ち上げの上にアゲンスト、ここも力が入ると左の OB に行きやすいホールですね。右のバンカーがあることで、より右に打ちたくない感覚をちょっと誘発している、見た目の割に難しいホールじゃないですかね。ナイスショット。いい。あった。ありがとうございます。ちょっと低め。やっぱ振りに行くと。打ち上げホールですからね。低めに見えますけど。いいショットです。狙わないテープ率高めですね。すごいな。すごいよね。飛んでる率もめっちゃ高いです。レベル高。すごい。ミラーティーですよ。ミラーティーで旗越えてます。ゆうさんほら具体的に飛ばすのにさ、どこ真似をっていうか、成田美鈴さんのどこ要素、インパクトの強さと音を目の前で聞いて、衝撃を受けまして、私もなんか振り子のように振って当てるんじゃなくて、力を入れて振ってみようかなって思って。パチンって当たるようになってきたんですよね、徐々に。そっからもう成田美鈴さんずっと見て、インスタもフォローして YouTube もフォローして、すごいね。そしたら年下だったっていう、2つぐらい年下だったんです。結構ね、それよか我々何回も見てても全然真似できてないですけど、目の前で見てるけど、この距離で見てるけど、フィッティングしてんのに。あ、そうかそうか、フィッティングされてるもんね。真似とか絶対できるレベルじゃないんですけど、トレーニングされてると思うんで、気持ちはね、そうバーンって、それ重要ですよね。その力強さが伝わってきた。でもやっぱ音いいっすよね。いい、本当ですか。インパクトの音めっちゃいいもん。嬉しい。今日は我々はゆうさんから学んでます。いや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 、もうとんでもございません。これレイアップした方がいいのかな。ここからで207だから、多分190ぐらいあるからやっぱり。びっくりマークが結構ありますね。ね、ここがほらすごい。100ヤード打ってレイアップし。私あそこでしょ。俺はが。傾斜もすっごいあります。こっちに向かって。右だ。大丈夫か。降りるかな。多分大丈夫です。はい。傾斜に入っちゃった感じ。そうですね。傾斜かな。ですよね。多分大丈夫。いやー、難しい景色。全然見えない。ちょっと怖かった。もうちょっと左攻めたかったけど無理だった。打ち上げもすごいし、左はもう谷底みたいだし難しいですね。巻いたら終わるしね。ここもギリギリ、見える、ほとんど見えないですもんね。ギリギリ見えるね。どうでしょうか。あ、じゃあ大丈夫です。開けてますかね。うん、大丈夫と。いやー、でもナイストライス。はい。ちょっとバンカーの方を狙ってたんですよね。いや、男前です。でも攻めが。あ、残ってる。全然大丈夫。美しい。ねえですね。ジュンさんの落ちてこなかったんですよね。あ、マジか。ちょっとつま先上がりが。もうちょっと距離あるんじゃないですかね。あ、69ある。はい。うん。幅が嫌な感じ。突っかかりやすい。難しいね。これ52ですか。52です。今日は全般的にちょっとこう沈みやすいんですね。65ぐらいですね。はあ、はい。50度で。短いかな。良さそうですけどね、かなり。ちょっと上がっちゃった。難しくない、また。難しいですね。本当この下がね。はい、完璧。パーフェクトだね。これは素晴らしい。いやー、打てましたね、やっと。うん。いや、これはしょうがない。登った。うまいです。ありがとうございます。センスクリック。かみそうだった今。私は右手の位置に重りをね、いや本当置いて入れてるんですよ。この辺り。この後あれですか。早口言葉で有名なスパイダーにセンス刺すもあり得ると。スパイダーにセンス刺すもあり得ます。これでもいい感じですね。これいいですよ。やっぱ転がりがいいんですよ。やっぱ重いから。30g 重いかなと思ったんですけど、意外にいいですね。最近。あ、もう弟が2人いて、ちょっと小さい弟が2人いて、今4歳と6歳なんですけど。ちっちゃい、はい。その子たちとチョークで家の前で落書きして遊んだり、かわいいシャボン玉したりしてお休みを過ごしてます。もう公園行けないので最近は家の前でちょっと地面に落書きして遊んでます。どんな絵描いてるんですか？スポンジボブとかピカチュウとか、もうあとコナンとか描いてとか言われて。コナン難しい、ね。めっちゃ難しいですよね。ドラえもんならギリ描けますか？ドラえもんはもう鉄板の鉄板メニューです。もうのび太くんだと無理ですね。のび太くんだと無理。ドラえもん簡単。コナン描けるんですか？コナンはもう普通に何にも描けなかったです。難しいですよね。コナンってどう描くんだろうね。眼鏡がかかってるってことだけ分かってます。髪がこうなってる気がする。料理もされるんですか？料理は弟、まだ小さい子ってそんなに食べないんですよ。ソーセージとか鮭フレークとか簡単な唐揚げばっかりで、まあでも唐揚げとか作ってあげたり。そうですね、優しいよねちゃん。まあ大体ママも作りますけどね、一緒に作って。はい。じゃあその自由さんのお料理コーナーとか。お料理コーナーやばいですね。唐揚げ作ってみたみたいな。めっちゃ面白い。バンカー左。ごいかっていうか、めちゃくちゃ飛んでる。めちゃくちゃラン出た。あ、確かにフェアウェイね。すげえ。何あれ。あのバン、左のバンカー越えちゃったよ。マジで？左のバンカーより左に行っちゃいました。フック回転かかってったけど、すっげえ転がってっちゃったよ。すごいこれ振ったっしょ。振ったからって飛ばないですよ。振ったから飛ばないよ。20ヤードぐらい左行きましたよ。沼田さんが大興奮。大興奮。飛ばして大好き。またベタピンだ。ベタピン。いけ。超えた。あ、やっぱ左に傾斜してる。すげえな。いい感じ。めっちゃ飛んでましたね。今でも本当すごいって。今ずっとランですよ。でもフェアウェイじゃなくてラフに落ちて。そっからなんか転がってたんだ。そう、多分回転がかかってたんですかね。すごい飛んでます。これ私人生で一番飛んだかもしれない。ってぐらい。あと旗こうやってさ、さらにいってるよ。だって旗まで210何本って書いてたんですよ。230ぐらい飛んでる。もっとだな、240ぐらいいってるかも。だってここカートで跳ねたんだってことは。いやそこら辺しか落ちたの。240落ちたらそこら辺のエクボスよ。マジ？え、待って、バンカー越えてんじゃん。そうよ。待って、すごくない？250ぐらいいってるよね。いってる。え、すごくない？マジですごい。めっちゃランでましたもんね。あれすごくない？うん、ちょっと驚きました、これは。これさ、これ刻まなきゃいけないやつじゃない？150で、この狭くなってきますね。ライがまたさ、そんな触れないから。そうだから150ヤードぐらいの地点がちょうどフェアウェイも残ってそうな感じです。そうなんだよね。右に広いから、左狭いからこれぐらいでとか。何番で？7番で。このバンカーの上に打てばいいのかな？そうですね。こうだね。入った。怖っ。フル。いやでも別に大丈夫じゃないですかね。奥のバンカー。いやーあれ超えてんじゃないかな。超えててよ。あ、よかった入ってない。いいね。どこからだと？うわーめっちゃ飛んでる。これどうなってる？そっちに刻まなきゃいけないってことですよね。ちなみにですね、これは旗はあんな遠くです。今遠くの方にちっちゃく後ろの組がこれから打とうとしてますけど、今何ヤード飛んだか測定中です。白 T です。打ち上げ入れれば260。はいはいはい。打ち下ろし入ってるんで250、240とかですね。まあ450は行ってますね。すごい。すげえ。250はすごくない？体が浮かれてる。どうしよう。大丈夫。レイアップだから。はい、軽く振ります。ちょっと右ですけど。大丈夫。落ちてきた。オッケー、セーフ。オッケー。いや、素晴らしい。スーパーショット。すごいよ。でも、ここのレイアップからもかなり距離は遠いんですね。前に行きたいけど、あれ以上行けないですからね。130ぐらい打たなきゃいけないかな。これは3打目女子にはっていうか。めちゃ厳しいですね、この谷越え。しかも、私、すごい左に切ってあるね。あんなところに切らんでも。いくつでした？120見れば十分かなと。そんなしかないようには見えないよね。何番持ってます？6はいらないですね。7でいい？はい。届く7で。7絶対届きます。私もちょっとさ。ちなみに7で超えなかったらカメラマンの僕のせいです。ゆうちゃんの。こんな感じでしょ。あーいい。めっちゃいい。止まって。完璧だ。ありがとうございます。危ねえ。しかもこっちから狙いにくいですよね。スパショット。すごい。ありがとうございます。8ぐらいですか。7ですか。います。76持ってきてた。青木さんさっき7です。そうですよね。はい。でかいですよね。でも手前はちょっと怖いですもんね。右に入れた。いや、どうですかね。距離的には落ちたのは大丈夫ですよね、はい、大丈夫だと思います。右見てそのまま握っちゃってましたよね。いやーこれはでもちょっとね、やっぱ左に本能的につま先上がりだからですよね。はい、左に引っ掛けそうだなって思ってた。やっぱちょっとでかかったですね、7番ね。でも8番で打つ勇気はちょっとないちょっとダフっちゃいそう、できんで確かに何回か打ち直しさせてもらえるなら7カルでマリが欲しい。そのちょっと手前のところにある。あ、ここです。なるほどな。ナイスです。ありがとうございます。した方がね、パターしやすい可能性はあります。確かにちょっと思った以上早かったですね。早かったね。はい。柔らかかったですけどね。硬いよね。硬い。スライスフック。エスどころじゃないですね。そうですね。出足スライスの最後3分の1ちょっとフックって感じですね。旗の影ぐらい狙ってるんですよね。うん。はいはい。意外に打った方が良さそうな気がする。僕もそう思います。雪りんごで言うと。中の中または中の強ぐらいの可能性がある。もっと言ってくれ。やっぱ中の強だったなありがとうございます。カップ周りは気持ちすらなんですよ。でも手前、あ、うん、すごい。分かって分かるよね。こっちの方が高いです。すら、ここは。すらですね。多分、私の。なんかカップの切り方が逆だから、なんか目の錯覚をしてますよね。はい。切り方が。はい。そうだよね、さっきあっちから見たら最後スラってたのね。そんなに切れないと思う。そうですよね、はい、ダーシー。ナイスです。